つまり、とにかく敵の頭を潰せば勝ちなんだろ。じゃあこっから、あー違えか、馬じゃここ通れねえもんな。あーもうわかんねえ、紙の上じゃ何がどうなってるのか想像できねえよ。だけどよ先生、実際の戦いじゃ敵だって予想通りには動かねえだろ。こんなのより実際に戦って学ばねえと。先生、お話が。あれ、イグナーツ。さっき実家の兄から手紙が来たんですが、ちょっと気になることが書かれていて。このところ同盟領内で商人が魔物に襲われる事件が多発しているらしいんです。商人が魔物に鉢合わせることなんて、俺の親が仕事中に死んだのも魔物。あ、そうでしたよね。ごめんなさい、君の前でこんな無神経な話題を。ん、別に構わねえぞ。それより話の続きを聞かせてくれよ。はい。それがどうやら特定の商人のみが頻繁に襲われているらしくて、グロスタール伯爵領からリーガン公爵領へ向かう商人ばかりが襲われているそうです。逆にリーガン領の方から来た商人は同じ地域でもあまり襲われてないんだとか。よくわからねえけど、魔物は退治しとかねえとまずいよな。はい。このままだと僕の父や兄も安心して仕事ができないでしょうし。先生、力を貸してくれませんか。おっしゃ、おでも行く、おでも行く。なあ、行くだろう先生、人助けになるんだしよ。イヤッホー、よかったなイグナーツ。ありがとうございます先生。魔物に襲われてるみたいです。魔物に混じって人間もいるみてえだぞ。あいつらが魔物をけしかけてんじゃねえか。だとすりゃあの連中の頭を潰せばお手たちの勝ち。手遅れになる前に急ぎましょう。あそこら辺から商人を逃がせそうだけど、その前に邪魔な敵をぶっ飛ばさねえとな。あ、羽橋がありますね。動かせば渡れるようになるかもしれません。私に任せてください。エイト、焦らず戦おう。いけますよ。いつでもいけます。はい。うわWhat?
出ます。出るぞ。切り込むか。はい、頑張ります。えい。いけるわ。お手に行かせてくれよ。Wow.
強くなれるでしょうか。ありがとうございます。いけるわ。助かるよ。ありがとな。いけます。頑張ります。お手に行かせてくれよ。私に任せてください。焦らず戦おう。はい、出ます。どうさ、行けますよ。切り込むか。世話が焼けるな。出るぞ。いけるわ。
焦らず戦おう。私に任せてください。手伝います。いつでも行けます。あんた、いけますよ。せいか。ゲスト。出るぞ。はっ、切り込むか。はっ、油断はするな。どうさ、いけますよ。
さらに磨きをかけなくては。私に任せてください。いつでも行けます。援護します。頑張ります。ええ、いけるわ。出るぞ。切り込むか。焦らず戦おう。悪か。助かるよ。来い。私とは一味違うよ。任務の邪魔をするな。任務って魔物を追い立てて商人を襲わせるのが。うるさい。お前らには関係のないことだ。何事も経験だな。
まない。よし、ありがとう。理想にはまだまだ遠いな。邪魔しやがって。伯爵になんて報告すりゃ。先生、イグナツ、やったな。あいつ、伯爵と言ったのか。まさかグロスタール伯爵が。いやいや、ありがとう。おかげで全員無事だよ。君たちが来てくれなかったらどうなっていたことやら。ああ、よかったな。あの、あなた方はリーガン公爵領へ向かっていたんですか。そうだ、同盟領内を行商して回っていてな。この街道が危ないとは聞いてたんだが。危ないっていうのは、リーガン公爵領へ向かう商人がよく襲われるという。ああ、デアドラに行かないと稼げないのに。グロスタール博には困ったものだよ。やっぱりそうなんですか。おそらくな。伯爵はリーガン家に商人が金を落とすのが気に入らんのだろう。昔からリーガン家に対抗しているからな。先代のリーガン公が亡くなったのも。それも伯爵の仕業だったのか。あくまで噂だが、先代リーガン公を誘い出したのはグロスタール博本人だ。確か美術品の取引を持ちかけてリーガン公を屋敷に招待したのだ。そうそう、その時に目利きができる商人も一緒に連れていたそうだが、その商人もリーガン公の巻き添えを食って命を落としたと聞いた。まったく、貴族同士の争いに平民を巻き込まないでほしいものだな。ああ、君たちガルグマクから来たのだろう。あとで。ああ、俺の父ちゃんと母ちゃんだな。最初は僕の両親に依頼が来たんです。代わりにラファエル君のご両親を推薦して。そうしたらあんなことに。伯爵はローレンツ君のお父さん。ああ、もういいじゃねえか。ただの噂なんだろ。万一本当だったとしても親のことだ。ラファエル君、イグナーツも多分ローレンツ君も。いいか、俺の親を殺したのは魔物で、俺は俺の親が死んだことで誰かを恨むつもりはねえ。そんなことにこだわってる暇はねえんだ。ラファエル君、さあ帰るぞ。さっきの商人のお礼ってなんだろうな。くい。はい、僕もそう思います。Bye.